三福とは、音名古行説に基づく、千尾の一つで、初伏せ、中福、末伏せの総称。三福天の処置を受ける人かのエは、金の二位で金賞であり、金は火に伏せられることから、火星の最も盛んな夏の時期のカのエの日は今日であるとする。そこで、夏の間の3回のカのエの日を三福とする。三の日取りは流派により異なるが、最も一般的なものでは、 下死以後の3回目、4回目と立春以後の最初の可能の日をそれぞれ、初伏せ、中腹、末伏せとする。他に、下死以後の3回目、4回目、5回目とするものや、少々以後の1回目、2回目、3回目とするものもある。いずれの方法でも、起算する日が可能である場合は、その日を1回目とする。種まき、療養、遠行、男女の和合など、 すべて包むべき日とされている。三福の時期は7月中旬から8月上旬とちょうど国書の頃なので三福の甲三福の猛暑と手紙の全文に書くなど国書の頃を表す言葉として現在も用いられている。三福に合わせ朝鮮文化では初期話題としてサムゲタン、ユッケジャン等の軽肉料理や賢肉料理をよく食べる。これは 鶏肉や犬肉が日本のうなぎと同様に夏場の競争食品と認識されているためで日本で同様の牛の日にうなぎを食べるのと同様の考え方と言える。また中国医学では冬の病は夏に治すという理論に基づき公約を体に張って冬にかかりやすい病気を予防する処置が行われる。この処置は散腹に行われることから散腹点と呼ばれている。 ありがとうございます。